私日本に行った時国際寮に住んでたから、まあ、いろいろあったね。国際寮の人は外国人と日本人と一緒に住んでて、何人かの日本人は RA っていうタイトルがあって、うん、なんかお世話する人みたいな、留学生の手伝いをする人、うん、楽しかったわ。そうそう、いろいろな人が小さい場所に住んでて、なんかちょっと家族みたいになるけど、ね、みんな文化が違う、うん、性格も違うし、うん、Not your typical family。 そう、なんかだからどっかで我慢しないといけない、みんながそういう時は。そうね、そう、けどよかった。I'm really happy I can be in 国際寮。そう、その国際寮の友達がほんまに今も仲いいんです、みんな。そうそうそう、みんなほんまに仲いい。前来てたジュレットもやし、他にもたくさん友達がいるから、みんなほんまに家族、今も家族だと思う。なんかインターナショナル家族。そう、もし外国人の人で見てる人がいたら、うん、もし行けるんだったら国際寮の中に入るのをおすすめします。そうそう、ほんまに、うん、国際寮が一番いいと思う。うん、俺もそれはそう思う。言葉を習うため、上達するため、多分国際寮が一番、うん、日本やったらね。まああと楽しいね。なんかみんなその初めてこの国にいるから、あ、なんか京都行こうか、海遊館行こうか、国際寮自体でもイベントがあったりとかするんで。そうそうそう、なんかいろいろやって、 RA の人らがいろいろ企画してくれたりとかっていうのもあったし、うん、そうそうそう、めっちゃ良かった、うん、特に私シャイやから、私例えば自分のアパートとか住んでたら多分友達あーね、できなかったと思う。あけど国際寮だったら社員の人もなんかめっちゃおすすめします。自分の部屋がすごい狭いからそこいたくないねだから多目的室とキッチンとかみんなと一緒だから、友達を作るのはイージー、めっちゃイージー、うん、だからおすすめ。そうね、うん、俺もおすすめします。すごい、俺はおらんかったけど。ニュージーランドは、ニュージーランドは、だいたいオプションは、自分で住むか、ホームステイか、やって、僕はホームステイしか、大学の時は3ヶ月以降はオプションがあったんですけど、フィアっていうドミチュリーに行くか、ホームステイするかっていうので、僕はもう迷わずホームステイやったんですけど。え、ホームステイどんな感じだった？俺はめっちゃ良かった。家族みたいな。正直、1個目の人らは、俺が英語喋れへんかったっていうのもあるし、ちょっと喧嘩もしたっていうのもあるし、あんまり良くなかったんですけど、2個目からはもう最高。2個目僕香港人やったんですよ。香港の人やって、その人のおかげで英語めっちゃ伸びて、めっちゃ喋ってくれて、ニュージーランドアクセントもなかったし、いっぱい喋ってくれたから、ほんまにいろいろ連れ回してくれて、その半年その人のところに寄って英語がもうバンって伸びて、いいね、そうそうそう、大事ね、コミュニケーション。いや、もうめっちゃおしゃべりやった、その人がめっちゃおしゃべりで、もうちょっとうざかったんです、その時は。うざいぐらい喋ってきて、いつも、いや何やったみたいな、何帰ってんの部屋にみたいな、部屋帰ったらカズキーって。カズキーって言う発音なんですけど。カズキー、come back to the living room, we need to talk! まあいい人だね。めっちゃいい人。うん、その人は前にじゃあそのオークランドに行った時も会いに来ました。うん、オークランドってここら辺で、何でこんな下なんですけど、わざわざもう飛行機飛んで会いに行って。で、2個目の、そのオークランドの時のホームステイは1年間はそのまま丸々おったんですけど、もう最高、おじいちゃんおばあちゃん。もうほんま孫でした。めっちゃいい。うん、もうほんまにもう文句ないです。もう文句全く。文句ゼロ。ホームステイしてる人は2種類いて、大体の人はほんまに受け入れたいから受け入れてる人なんですけど、たまにビジネスでやってる人もいるんで、で僕は2回目の時に30人で行ったんですけど、で30人全員ホームステイして、初めは何人かはやっぱりそのご飯が美味しくなかったりとか、なんかあんまり構ってくれなかったりとか、なんか逆に一番ひどい人だったら、もう毎日家族は外でご飯食べに行ってて、なんかピザだけみたいっていう人もいたから、ホームステイは結構運がいるっていう。僕はもう多分ほんまに最高のところにおったから良かったんですけど、だからホームステイする時っていうのはちゃんと嫌なことは嫌って言えるようにした方がいい。絶対にこれが当たり前と思わずに、嫌やったら帰れるんで、ホームステイ絶対に。ニュージーランドはそこは絶対に権利があります、ホームステイしてる側に。だから語学学校行くんだったら、語学学校でホームステイを担当してる人がいるから、そこで嫌っていう勇気を持つっていう感じかな。絶対に僕はおすすめなんですよ。喋ってくれる、喋る人が絶対いるっていうのは。一人、寮は、国際寮みたいな感じじゃないんで、ニュージーランドは。少なくとも僕が知ってるのは。You need to be independent if you wanna do it. You need to be able to control yourself if you wanna live in the dormitory. And like also improve your English. Like you need to talk to other people if you wanna improve your English.
Because if you do it at home stay, it's easier. Because, you know, there are always someone to talk to. Right? And then they talk to you if you're, you know, if you're like a normal, nice people. Good though. In dorm there, like, there's always people to talk to too. But like in New Zealand, where my friend lived, they didn't have like a common room. Like they had it kind of, but like, you know. Nobody used it. Yeah, like there was a pool table, so we were playing pool. But like that's it, so. だから、僕が思うのは、ホームステイの方がイージーだと思います。英語をうまく、よくしたいんだったらイージー。そう、あとヘルシーにいたかったとしてもイージー。And there's always someone to like rely on, そう。そうで、もちろんその家族の絆っていうのがすごい、やっぱり僕1年間おったら、ほんまにもう家族みたいになるから。そうそうそう。多分、自分で住むのは多分おすすめしない。うん、難しいと思う。いいんですよ。まあ別にいいけど、英語の勉強だったら、そうそう。ちょっと、しんどいかなっていう。うん、友達を作るのは難しいかな。そう。僕の場合は、ホームステイにおって、友達家に泊まりに行ってました。向こうの、現地の友達の家に。仲いい子が一人おったから、イギリス人のやつが。あ、懐かしい。あと、高校の時に、あと一個おすすめなんか、もし高校で留学する人がいたら、で、あんま日本、英語に自信がない時は、日本語の授業を取ったらいいです。そうね。うん。日本語の授業を僕が取りました。で、もともと数学取ってたんですけど、数学やったら英語わからなくてもできるやろって言われたんですけど、僕数学めっちゃ苦手やって、なんか先生も日本人は数学できると思ってるから、君お前はできるやろみたいな感じの時も、もう意味わかんないです。何聞いてるかもわからへんみたいな。謎、二等辺三角形の英語なんか今でもわかんないですからね。で、日本語に変えて、そしたら、Suddenly I'm Hero なんですよ。絶対そう。そう。日本語のクラスに日本人が来た。英語のクラスにアメリカの子が来たみたいな感じですね。教えてっていう。そうそうそう。そうあと、みんな日本好きね。そう、みんな日本好き。そう、みんな日本好き。だから、みんな和樹好き。そう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 。そうだから、だいたい英語の授業、日本語の授業がお昼の前やったんで、日本語やって、お昼一緒に食べて、そこで日本語いっぱい教えて、みたいなのをずっと繰り返したら、僕の日本語もめっちゃ上がって、で、僕。日本語上がった。あ、僕の日本語みたいなやつなのよ。そいつら日本語がすごい上がって、で、僕の英語ももちろん上がって、そう。あいつ、日本語教えすぎて、ジェームズってやつが僕よりもいい点数取ったっていうね。日本語のテストで。Go, James! そう。それはあったかな。日本語取るのは僕はおすすめ。あと、大学行ったら日本語のサークルが絶対どっかにあるんで、日本語サークルに行くのも大事です。うん、そうそう。サークルもいいね。そう。日本が好きな人のところに行くのが一番いい。そう。そう。ほんまに。そう。そしたら、もう差別はないです。ほぼ 100%。そうそうそう。そうみんな、日本人好きやから。そうそうそう。差別は絶対どこにでもあるんで、ないところに行ったらいい。ないところを自分で探せばいいかなって。たぶんなんか難しい時、苦しい時、そうそうそう。あるかもしれないね。なんか、私もすごい家族、すっごい好き。家族とすごい仲いいから。ああ、俺はなかったな。私、行く前にめっちゃなんか怖かった。ああ、そうね。実はね、ちょっと行きたくなかった。おなんか、私できるかな ?1 年間できるかなできないかなけど、まあ先生すごい行くのはおすすめだったから、まあ上達するため、行かないといけないね。今見てる人、そういう人もいるかもしれない。家族とか友達と離れたくない人けど大丈夫、うん。うん、行ったらいいっすよ。そう。行ったらいいと思う。後から見たら全部いい思い出なんで、しんどくても。そう。全部いい思い、全部いい経験なんで。ほんまに。そう、だから、You can do it!俺のベストの怒り方が I'm gonna tell Mrs. Joyce that you are fucking boy! ドーン帰れいつもうわぁみんな帰れみたいな He ruins Christmas でしょ4歳ぐらいの子供が You need to go back to your fucking country! って言われてやば子供が言うみたいな